うちのお出ましだよ。とんだ三文芝居だな。殿下には近寄らせぬ。どう死ぬ気でかかってまいれ。殿のためであれば本望よ。うまく切り抜けたよね。あの醍醐山、急いで向かいましょう。男には仁義を通す。福島正則、奥九郎様がためバイル。あの醍醐山、ただの宴じゃないね。けど桜は綺麗。そうだ、これあんたにお裾分け。恩は返す方なの。あの醍醐山、けどさ。何やら騒がしいと思ったら、白卓よ。天使が動くとは一体何事じゃ。わしが聞きたいくらいしよ。木の根に押し上げられておるようじゃが、天地を動かすほどの力とは。お主にもわからぬことがあるとはの。この先は何が起こるかもはや読めぬ。用心しないように。その首追い抜け。せねばならんのだ。急いで、私は下であやかしたちを抑えるわ。気をつけて。はい。け。石ころが失せる夢の代償はお主の狼藉もここまでよ。お主らの長屋と手柄となれい。 様もきっとその首もらい受ける。 こんなんだからわしはしか行くぞ。まさのりすまぬ。ご分を。見覚えがあるだろう、この満開の桜。うってつけだ。お前の墓標に。懐かしいな。出会った時は俺が目覚めさせたんだ。親に捨てられどん底から這い上がるために輝く石で夢を叶えてきた。そしてついに天下人の夢も。だが夢がでかすぎて赤い光に見入られた。夢を食って霊石を生む。闇の力だとは気づかず終わりなく膨らみ続ける悪夢の中、最後に俺の目を覚ましてくれたのはお前だった。りか。うち死には使い捨てろ。世は滅びぬ。愚か者め、死ぬがいい。ましき光よ。会いに来てくれます。強くなりましたね。大竹丸を封じる、それが最後の定め、あなたの長き定め見届けました。